どうもシャペンです。今回は今日から夜桜前線川下誠のクエストが始まっておりまして、一応クリアしたんですけれども、ちょっとギミックの理解が足りなかったってことでもう一回やります。で、気になるキャラクターなんですけども、まあどうやらやっぱ加速やっぱこのクエスト絶対強いと思ったんで、重力非対応ではあるんですけども、この二人割とツイッター見てたら使ってる方多かったですね。まあやってみようと。で、プラスまあミクが対応していたんでいけんじゃないか、これはまあおすすめというか、ただただ対応してるだけ。属性効果上がってなかったんで多分いけはするんですよね。あとは火ダメに気をつけろっていうあのギミックすれば戦えそう。絶対加速は強いからな、このクエスト。ただよく俺言ったな、初見あんま分からずに。これあえて重力引っかかって、あ、そこまで遅くなんないか。ただ一応そんなダウンしてなくても火力出してくれるのはありがたいんですよね。お、いい、余計あれができると強い。そしてここもいい感じに痛いあれダウンで下ったらやばいだろうな、ミクが。そう、これウィンドウでずらしてくれてるんですね、センサーから。あ、いい感じに曲がってた共に行ったな。まあ、重力もこれだけだから案外動けるんですね、非対応でも。縦軸ってどうなんだろう。これで下くぐれないかな。いいね。あ、いいな。割と やるにつれて味が出てくるスルメクエストになる可能性がまあこれから毎日ありますからね。最低でも4日、味を覚えておきたい。ここはさっきひし形で抜けた気がするんだよな。さすがに足足りないか。おいいねこの2人は、この2人積むといいのか。純粋に走れるし、で火力ルビーでサポートの2のっていう、すごいマッチしてる可能性がありそうですね。いいタイミング。あ、リフレクションもだいぶ入ってるだからメンツ全員コラボっていう申し訳なさすごいな。ここはちょっとさすがに厳しそうだな。リフレクションがじわじわ削ってるんだよ、ずっと。さすがに最適なんですかね、朝の太陽、むつみ。まあ、動けるし、まあ、SS ダウン入れたら多分飛ばせるし、最適なんだろうな。でも朝の太陽軸だとしてやっぱこの2人入れると結構パーティーに腰が出る安定感ありそうだな。それでやろっかな、太陽むつみ2のルビー2の。正面反射はもうここ打てるな。ただこれ遅延をルーペに打っちゃダメなんですよね。ルーペ遅延するとセンサー出なくなるんで、これ薄め盾とかで、だからパックもダメなんですよね。だからちょっとサメにしてます。届かんか、まあいい。なんならこれで2のがある。イノバフかけれる。なんかいいぞ、なんか相乗効果がすごい。オッケー、完璧な状態。まあただミクなんで、どっかでボディダウン食らうと危ない。ミク艦隊とかもなんかいけそうだもんね。あ、ニノだ。これは間に合うか。あー、これ取っちゃうか。早足減速緩和のパワーめっちゃ借りかかしてんな。こ
これむしろ重力非対応だといい感じ引っかかるのかな。ぐるっと回れるか。あ、そこそこ根元で当たるんだ、忘れた。根元行っちゃいけないんだ。あれ上のやつ当たんない、むつみに。全然間に合わず。あー、そっ、あ、大丈夫ね。手前で食らった。めっちゃ普通に回復出してるし。反属性とは思えない。まあ属性効果上がってないんで。で、ここでもちょっと反射の方が有利そうだったんだよな。動き回れたから。ここでサメ使ってもいいかもしんない。出たけど全部食らう。おお、やっぱつねえ殴り。綺麗に殴れないんかな。いや、守り徹するか。あ、もう食らいすぎ。これギミック対応勢に任せた方がいいっぽいな。肉は短縮をしつつ、これ入る。太陽むつみワンチャン打つか。あ、でもルビーもたまるな。一発殴ってほしいな。まあいけるだろう。いや、バンジーを取るか。まあちょっとラスゲ成功法で削りたいもんな。やれなかったし、ちょっとシュラの道で進むか。普通にラスゲやりたい。ああ、まあさすがに追撃がんよな。バッハムートでミク打つか。いや、やりづらいかな。あ、ここ重力展開少ね。あ、とかミクに防御弾は体操、これずらせんか。あ、片方当たった。いや、でもあわや削り取ってた。惜しい。行っててか、機内一発で。変換、こことかだと間に合うのか。ワンチャンでいい感じにルビーの SS 拾って帰ってくれる可能性がある。あ、そこでもらうか。なるほど。右が脅威だな。よう行ったな、これ。縦軸はどうなんだろう。これすると、あー、そこで食らう。あー、もうどっちも食らった。どっちも拾った。いやー、これダメだよ、これダメよ、この削り方で。これでも、これできるってことは、まあ道残してくれてんのかな。いやー、で深く今のは探したかった。で、これはさっきめちゃくちゃだったんですよね。こんな感じか。これで避けられんのかな。いいね。殴りたい。あー、くそ。うわ、今殴ってみたかったな。痛い。痛い痛い。ナイスキンハ。これルーパー当たって、あ、右ルーペだから残そう。うわ、これダウンできたら儲けもんなんだけど。よく出す。うん、拾った。あ、しかも足早い。届いちゃう。あれ、右残ったな。
発動しなかったか。これっぽいなルート。いい、これでも太陽むつみになりたかった。ルビーこれチェーンなんだよな。ここでマヒリアセでいいのか、違うか。あ、このルートめっちゃいいやん。削るんかい。いや加速強っ。このコンビ強いわ。ルビー2の、まあ、ミクはこれおまけというかいけるのかっていう。いけた。ルビー2のは重力非対応なんですけども、殴れる場面がありつつ、ルビー火力出してで2のはサポートしてくれたんで、確かにこの2人入れるのありだな。この2人と太陽むつみみたいだとだいぶ安定しそう。まあ、重力非対応ですけども、ぜひ編成してみていかがでしょうか。ただ、あのすいません、全員コラボでした。すぐブルジョアパーティー。よかったらコメントが皆さんの、まあ、隠れてっせ、まあ、ルビー2のは隠れてない気しますけども、このキャラもいけましたとかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、先週のやつをご視聴いただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらご視聴いただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら、封印。